ビジョンザ富山。さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ、富山への思い、未来のビジョンを伺うコーナー、ビジョンザ富山。今日のゲストは日本海ガス絆ホールディングス社長、日田洋太郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日田さんは日本海ガスをはじめ八つのグループ会社を傘下に置く持ち株会社。 日本海ガスキズナホールディングスの社長であるとともにそのグループ会社の一つ日本海ラボの社長も務めていらっしゃいます、えー、社長に就任されたのが2020年の3月ということなのでこれで2年が経ちましたがこれまでを振り返られてどんな風に感じていらっしゃいますかそうですね就任して すぐの2020年3月っていうのはちょうど新型コロナウイルスが国内に急速に広がった時期で、この影響を受けてですね、就任一年目はまあ売上が非常に落ち込んで大変な思いをしました。はい、でまたあの菅前首相のカーボンニュートラル宣言などもありまして、ガス業界に大きな逆風が吹いたまあそんな年でもあったかと思います。しかしこういう不透明なあの時代だからこそですね、会社が向かう方向を明確にして。 旗を振る必要があるというふうに考えてまあ、就任してすぐにグループの10年ビジョンを策定しました他にも新会社を発足して新しい事業を開始するなどまあ、会社を変えていく姿勢を示すことができたまあ、そんな2年間だったと思っていますまあこれは必然だったかもしれませんがちょうどね社長に就任された時にいろんなことが変革されて大変な時期ではあったわけですけれどもさらに今年はこの日本海ガス、えー、創業 80年ということでもう本当に節目の年なんですよねはいおかげさまで80周年を迎えることができました現在当社はグループ全体で社員約600人、はい、ガスを使い頂い,いているお客様の数は9万8,000件になっているんですけれど、うん、1942年の設立当初は社員27人 ガスのお客様は4000件とまいった記録が残っていますえ、はい、この80年間の間にわたってこうして成長することができたのもお客様はもちろん株主え取引先をはじめとしたま地域のステークホルダーの皆様のおかげだとえ感謝をしております80周年の今年はこうした皆様への感謝をお伝えするとともにですね今後さらに会社を成長させていくという決意をする1年にしたいと考えております で本年度はですね、八十周年にちなんだ、まあいろんな事業も、考えていると、いったところです。え、はい、本年、あの御社にスポンサーを務めさせていただいております。いっちゃんリレーマラソン、2020二も、まあ大変この八十周年の、いい記念になると考えています。はい、ありがとうございます。今回は、スポンサーとして、このいっちゃんリレーマラソン。ともに、やっていくわけですけど、日田さん自身も、過去に、このリレーマラ、出られたことが。 会場に行かれたことあもちろんです、2回会社であの出走させていただきまして、毎回あの必死に一周を走るのが精一杯でございで <laughs> いや、でもこうやってみんなで、まあ、感染対策をしてですけど、みんなが心一つにして走るとか、何かするっていうのは、今、大事な時代かもしれないですよねさあ、ここで改めて新田社長のプロフィールをご紹介します。 富山市出身で慶応大学を卒業後、愛知県の中部ガスに就職されますえ、そちらで6年間勤務された後に、えー、祖父や父が社長を務めた日本海ガスに入社されます。そして、2年前35歳の時に社長に就任されるということで。まあ、自分はこういった。まあ、お父さんおじいちゃんがやってきた。このガス業界に入るものだっていうのはもうずっと前からも。 思いやあのそんなことはなくてで子ね。ええ、あの子供の頃は自動車がとても好きだったので自動車整備士になりたいというふうに思っていました、はい、た大学卒業があの近づいた頃にですね何の仕事をしようかなというふうに考えた時に小さい頃から祖父や父があの地域の人のためにまたその公益のためにあの必死でやってきているエネルギーの仕事をしたいというふうに思ってエネルギーの業界に入りました そして、まあ、会社に入られてそして経営者になられたわけですけど、まあ、実際なってみてどうですか率直なところそうですまだあの3年目ということなので苦、まあ、苦労労とといいいいいうううはしてていないというふうに思っています<実>まただ経営ということで、うん、まあ経営者にとって難しいなと感じるのは、はい、やっぱり経営に正解がないということだと思っています。うん、はい 経営というのは何をやっても次から次に問題が発生しますしまた現在のようにこの変化が激しい時代においては物事が計画的に進むということ自体があの珍しいというふうに思っています、まあ、とはいえ、まあ、自分を信じて、まあ、会社で働いてくれている社員のために、うん、あの先が見えないなりにしっかりと意思を示してまた旗を振るという役割には大変やりがいを持っていますやっぱり経営とというと本当に、 こここまでやっっったから終わりてていいいううとがないっていう私たちはやっぱりあの従業員なのでその辺のこうプレッシャーとか責任っていうのはやっぱり大変なんだろうなっていうのは改めて今のお話を伺ってて感じました、はい、ありがとうございますあのでもいろんなタイプの経営者おられますよね社長といってもまあ様々よく言うのはトップダウンとか、まあ、ボトムアップとかいろんなタイプありますけど新田さんはご自身自分どんな経営者だと思ってらっしゃいますか これもですね自分ではなかなかわからないことが多いんですけれど <laughs>、ね、ただ一つ言えるのは、うん、あのじっっととしてていいいられないタイプだと思っています<ー>あの会社の中にいてこう数字を眺めてあれこれ考えるっていうよりも<え>外に出て<え>いろんな人に会って話を聞いて、はい、こう人にもまれて、うん、まあ成長していく、まあ、そんなタイプかなと思っています。ま,あまだ お若いですしなおのことフットワーク軽くいろんなところに出かけていくっていうのが、まあ、多分心がけていらっしゃるのかなと思いますそして経営者として大事にしておられることってどんなことですかはいこれもいろいろあるんですけれど、まあ、人材育成すなわち人を育てるっていうことを何よりも大事にしています。はい 会社とといいいうののははやはりただの入れ物に過ぎないと思っています、うん、そこで働く人たちが元気でいかに魅力的になるかということで初めていい商品サービスがまあ提供できるというふうに考えていますし愛される会社になっていけると考えています。うん、人材育成とというと、うん あの若手を一人前にみたいなことが最初に来ることが多いんですけれど、はい、今人生100年時代と言われている中で、えー、40代であっても50代であっても自己成長を続けていかなきゃいけないいいと思っててますす、うん、第一ににに人の育成を大事にするそんな会社にしていきたいと思っています。 今やっぱり幸せというかその一人一人の人間が幸せを感じてやる気を持ってやるから企業もいい方に向かっていくって、まあ、昔は逆だったかもしれませんよね企業のためにこうその人たちが合わせていくっていうことですけどす、ね、やっぱり人を大事にするっていうのはいや本当に、まあ、昔から本当は大事にしなきゃいけなかったんでしょうけど今まさに必要なことなんでしょうね。 学生時代はロックバンドを結成していてライブハウスでも演奏をしておられたとということですね、はい、あの大学時代は <laughs> あの、まあ、フリーターの人と一緒にあのロックバンドをやって、ええ、東京のライブハウスで演奏ししていました、ええ、今もそういった音楽活動はしておられるんですか日本ガイガスという会社はですね社内に軽音楽部という部活があって、はい、あ社内に4つのバンドがあるという <laughs> 変わった会社なんです、ね。ええ この2年間コロナでやっていないんですけれどうん、うん、以前は1年に1回駅前のライブハウスを借りて、はい、えっと会社で演奏会を開催して社員で盛り上がっていました、えー、そのライブのために毎年春からギターを練習するんですけれどただ1年に1回しか披露しないので <laughs> あの全く上手くなりません <laughs>、えー、日田社長が入られるのはロック系ですかやっぱりそのいろんな4つもバンドがあってギターグイーンって感じのあそうですねなんか、まあ、J−POP というかいいですねいろ、えーまあ、んなバンドがいますのではい でもそれでもやっぱり従業員の皆さん社員の皆さんともそこでもうすごく距離が近くなりますよねそうですね本当に役職も立場も関係なく <laughs> みんなで盛り上がれるっていうまあ非常にいい場だったなと思います、ねはい、新田さんはご家庭では四歳と一歳のお子さんのお父さんパパでもおられますがまあ仕事はね本当に忙しい毎日かと思いますけど家庭ではどんな夫でありどんなお父さんなんですか そうですねあまり私も家にいる方ではないと思っています、うん、まあ子育てというところで言うと子供の自主性というのは非常に大事にしています、はい、まあ例えばマナーであるとか、えー、まあ人の迷惑にかかることまあ以外はですねあまりあれはダメこれはダメというふうに言わないようにしています、うん、まあとりあえず好きにやってみなさいと まいうふうに、えー、心がけています自分の子供は4歳と1歳なんですけれど、えー、まおそらく彼らというのは今後、まあ、AI だとか、うん、まロボットといったものが、まあ、今ある仕事の大半をやってくれるような、まあ、世の中に生きていくのかなと思っていますそんな中でやっぱり自分にしかできない仕事ができる人になってほしいと思った時に、うん、人の心を感じ取ったり、うん、あるいは綺麗なものを感じ取ったりする、まあ、その感性を育ててあげたいなというふうに思っています えー、本当そこがこれからの時代の子供たち一番大事になりますよねなんか教育現場でもそうですけど家庭でもねやっぱりそういうことをこう心がけて親が伝えていくっていうのは大事なんでですすよねねそう放、ねうんまあ、っておくとたまに大変なことになるんですけれど <laughs>、はい、なるべく好きなようにやらせるというふうにしています。はいあの 先ほど冒頭でもご紹介しましたが新田さんはそのグループの新規事業を担う日本海ラボという,そう,いう会社の社長も務めておられてこの日本海ラボというのを、まあ、設立されたわけですけどもこれはどんなきっかけというかでうそす今全、世界全体があのカーボンニュートラルあるいはグリーンといった経済に向かっていく中で、うん、環境にやっぱり一定の負荷をかける、まあ、ガスの仕事だけでは、はい、今後、成長することができないというふうに考えています。うん こうした中でこれまで取り組んでこなかった新しい事業領域に思い切って挑戦するためにこれまでとは違う文化でこの機動的に動く会社を作らなきゃいけないとそう思い設立をしましまた、はい、実際にはこの日本海ラボというのはどういう役割を果たしていくんですか。 え大きく分けて二つあると思っています。一、はい、つはまあ自社としての新規事業の創出を行っています。はい、もう一つは地域の企業家の育成あるいは新しい分野への投資というのを行う役割を持っています。うん、私も実は一度日本海ラボのあの街中にあるあのオフィスというか空間に訪れたことあるんですけど、はい、本当に若者たちいろんないろんな人たちが集まってきていて何かをやりたいっていう思いが溢れている。うん も活気のありがたいことにいろんな方が出入りしてくれる空間になっていて、えー、まあそういった地域でいろんな夢を持って活動している人たちと触れ合うことで、うん、我々の会社も刺激を受けて新しい分野に挑戦していこうと、まあ、そんな刺激になっていますね。うん 先ほど新規事業とおっしゃいましたけどそれはまあ私たち放送局も放送局でありながら何か新しい分野をやらなきゃっていうのはもういつも課題として今挙げられてるんですがこのエネルギー業界でありながらもしかするとちょっと違う感じのっていうこともそういうことも含めて今。 考えてかかれることこですかそうですね、ま、あの全くエネルギーに限ったものではなくて、うんはい、やはりあの地域のお客様の,あのためになることであればいいいいろんなこととに挑戦しててきたいと思っています、うんはいまあ、それだけ、まあ、このエネルギー業界課題もあり、まあ、逆に言うとだからこそやっていかなければいけないという大事な業界なのかなと思いますあの今抱えている課題そして今後だからこそこんなことに取り組みたいというのはいかがでしょうか。 やはり地域の人口減少に伴うエネルギー需要の減少あとはまあ中長期的にはカーボンニュートラルといったことへの対応がま必要だというふうに考えています、まあ、とはいえ私たちはエネルギーを扱うま企業グループとして、まあ、たとえこのガスが売れない時代になったとしても地域に安定的にまエネルギーあるいはサービスを提供できる存在になっていきたいというふうに考えていますそのためにはですねやはりガスだけではなく再生可能エネルギーであるとか、まあ、電力に関する取り組みあるいは まあ空調などですねエネルギーに関するソリューションを総合的に提供できる、うん、まあそんな会社になっていきたいと考えていますまあ暮らしには欠かせないエネルギーですからこれをどういう形で未来に持っていくのかそのスタイルのこう転換も含めて本当にこれからまあ大事なというかやりがいもあるお仕事ですよね。そうですすね、はいいいいいろろやらなななきゃいけないこととがあるなと思います あの最後にこの番組ではいつも未来に向けてのビジョンを伺ってるんですけど新田社長のまあ経営者としての思いそしてまあ一人のまあ人間として家庭人としての未来へのビジョンをお聞かせください、はい、経営者としましてはやはり今年おかげさまで80周年を迎えましたので、えー、次はですね100年,100年に向けて。 次ののののの時代への成長の道筋をつけるとといいうのが、まあ、自分の役割かと思っています、はい、将来的にはやはりこの地域の皆様に日本海ガス絆ホールディングスグループがあってよかったと思ってもらえる会社になっていきたいと、うん、そのために作業を磨いていきたいと思っています。はい 家庭人としてはですね、まあ先ほど言った通り、四歳と一歳の子供たちがいるんですけれど、うんえー、まあ彼らをまあ一年でも早く独り立ちさせて、はい、で妻と一緒に世界を旅して生活できるようになりたいなと思っています。そういう夢も思ってなんですね。そうですね。あの何年後になるかわかりませんけど、だいぶちょっとね、まだ四歳と一歳なので先はちょっとありますけど、でもそうやってなんかご夫婦のこう。 将来って、どうしても私たち子供のことばっかり考えますけど。それもなんか素敵ですね。はい、そうですね、うん、まあやっぱり、あの、二人でしかできないこともいっぱいありますので。うんうん、極力早く、一人立ちをさせたいと思ってます。はい、えっと、まあ、富山の思いということですけれど、うん、やはり、あの。 県外であるとか外国からどんどん働く人が集まってくるような地域になればいいなというふうに思っていますそのためには私たち民間企業が私たちがどんどん新しい仕事を生み出して、うん どどんんん働くく人が集ままっってててる、まあ、そなな魅力的な地域にしいいいきたいと思っています、うん、やっぱり富山が、まあ、今までもいいところだって言われてましたけど本当にいろんな人がこれから人口のこう交流が盛んになる中で本当の意味であここにいてよかったなとか富山に来たいなって、ねね、思ってもらえるような場所になるためには一個人も 大事ですし新田、まあ、社長のようにそういう企業経営者としての取り組みそこがもうみんなかみ合っていかないとっていうことでしょうね。最後にいろいろこうやっぱりお父さんおじいちゃんこう社長が自分のとこにこう回ってきたわけですけど自分らしさというか自分ならではの個性っていうのをどんなふうにこれから出していきたいと逆にそういうのは考えない方ですかそうですあ、ねうん、あまり、まああの 前の社長はどうだったからっていうのを考えないようにしていますけれど、うんはい、やはり私まだ三年目ですのでのこれから自分の取り組みであったり色を出していきたいなというふうに思っていますはい、今日はお越しいただいてありがとうございましたまたエネルギーを私たちも考えるなんかそんなねきっかけにしたいと思います今日のゲストは日本海ガス絆ホールディングス、えー、社長の日田洋太郎さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました